常に広い、ベッドスペース。ベッド面と、それから二段ベッドの下は約300ミリ空間を作ります。上もね、550ミリかな、高さが取れているので、圧迫感がなくて、かなり快適に寝れるスペースを確保することができました。車中泊2番目。なかなかハードな週末ですが、やっぱり新しくできたばっかしの二段ベッドで寝たくて来ちゃいました。今夜はビーチフロントです。さあ、完成した二段ベッドに早くも息子が寝ておりますが、このように下段は足を投げ入れて、上段に横にね、寝れるというスタイルを作りました。すやすや、すやすや。こんな感じですね。じゃあ、母ちゃん。はい。かけてあげてくれるかい？こんな感じですね。いいですね。はい。セットアップ完了しました。このような感じですね。広く車内を使えるようになりました。これで下段に3人が縦に並ぶとかなりゆとりを持って寝ることができます。今日は上段に息子し独占で寝ておりますが、全くこう耐荷重的にも十分ゆとりがあります。こんな風にできました。おてつラボで作った2段ベッドニュースタイル、スライド型2段ベッド。完成です。めっちゃ弱ないと。疲れちゃん、俺二晩連続車中泊、天然パーマペヤング焼きそばチータラ、これ美味しいね、スミ。美味しい。ちょっと飲む。これ車中泊に合う。どっから出てるの？ナトリ。ナトリってどこ？ナトリっておつまみ。ナトリ優子。違う。すごい美味しい。これちょっと車中泊おつまみにチェケだね。どこで出てんの？セブンイレブンで買った昨日。車中泊お夜食の時間がやってまいりました。今日のメニューはこちら、ヘルシーヘルシー野菜スティック、そして燻製ももハム用意いたしました。これをですね、美味しくいただくハウトゥーを行いたいと思います。まず燻製もも生ハムのアーペン、もうね、お皿なんか出さなくていいです。このまま。続きまして、野菜スティック。こんな、きゅうりと大根、人参、それからキャベツ、たかだか数本入っているこの野菜スティックが250円もします。らいぼったくりスティックですけども、まあ、これがコンビニで買える一番いいお酒のおつまみですね。それでは、きゅうり、こちらを1本取り出しまして、そして、もうね、男は素手でいきましょう。燻製ハムをですね、1枚取ります。はい、取りました。こちらを巻いていきます。ね、この時も、細かいことは一切気にしないでください。はい、できました。このような感じで巻けましたら、付属のソースにディップディップしてください。ディップディップ。ディップディップできましたら、もうあとは食べるだけです。非常に美味しい。もう一口ですね。ディップディップしまして。香ばしい燻製のハムとキュウリのシャキシャキの食感がブレンドして、なかなか新しい味がするのではないかと思います。今度はキュウリ編ですね。キュウリ編。これは美味しい。過去にない車中おつまみの食べ方です。妻には一口もあげません。20代30代の時はもう車中泊のおつまみといえば、迷わずホルモンだの唐揚げだのって非常にこうカロリーの高いものを選んでたんですが、やっぱ45も過ぎますとですね、そういったチョイスもヘルシーなベジタブルが多めになってまいります。大根と生ハムはあんまり合わないかもしれない。
やっぱキュウリが一番相性がいいな。お試しあれ。カズさん夫婦とここはすごく類似すると思ってる。カズさん夫婦。うん。すごく類似してるっていうか被ってて、周りにいる夫婦がやってなくないって話なんだよね。あ、夫婦で常に時を共にしている。まあまあ、その通り、その通り、うん、何でも夫婦でやってる。あ、家庭も仕事も、例えばこの時間も夫婦でやってんじゃん。うん、あ、ソロではなくね。そういうことなんだ、うん。そうすると、俺たちは同じ方向性には向かおうとするじゃん、いつも。例えば家族として。あ、まあね。うん。じゃない、まあ、もともと描いてるところが一緒だからね。そういうこともあるとね、まあ、スタート地点からちゃんと俺たちは確認を取りながら、こう、実は人生歩んできてるからかもしんない。けど、やっぱそこは最高の強みで、だから一緒に向かう先っていうのが大体同じ方向に舵が取れるから、協力し合いながらできるじゃん。お互いの強みを活かしながら。これが強いんだよ。あの、協力じゃん。だからもっともっと活かしていったらいいって話で。うん、例えば、スミは情報収集にものすごい長けてるでしょ。で、俺はさ、決定して動き出すってところにさ、そこのサイクルがものすごく短くできるタイプだから、一気に変化をしていけるじゃない、うん、そういうふうにお互いのいいところを、よりお互いに相乗し合いながら、圧倒的に安心だし、すごく強いと思うんだ。すげえ強みだと思うんだよね。だからね、ここからさらにレバレッジかけていった方がいいなと思って。うん、うん。で、今ちょうど二人とも、その中でも、やっぱり見てみたいのは、当たり前が当たり前でなくなったからこその、次の未来が見たいと思うじゃない、うん、だから、やったことのないそのコミュニティを作る、サロンを作るとかっていうさ、やったことのないまたお金の作り方に挑戦したいってさ、やっぱりまた思い始めてんじゃん。うん、ここを止めないことが、俺らがこれから先も、俺ららしく生きていく、このサイクルだと思うんだよね。うん、なんつうの、ルーティンワークにやっぱり収まれないから、次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 ってね、何か挑戦していきたくなる。実はそれをやってるんだなって思ったんだよ、最近。さらに、家族が増えても、唯一無二の時間を作ったり、うん、チャレンジをしたりとかっていうところも、決してやめてないじゃん。そうだね。うん。天然パーマ。おはようございます。今日は波はももかな。まあ今日は子供たちの練習にはすごくいい小さい波楽しみます。おはようございます。ございます。妻は朝ごはんの支度中、お米炊いてますね。これから炊きます。そして娘はまだ寝てる。そして息子よ、うん、どうですか二段ベッド。わからない。なこと言わないでよ。快適ですって言って。横になったからあっちが見える。そうだね、なんか窮屈じゃないでしょ、前のベッドよりも。うん、ね、広いでしょ天井が。そしてベッドもさ、あの、ギシギシ揺れないから、安心して寝れるでしょ。いい感じ。いい感じです。言わされてる感たっぷり。さあ、海入りましょう。寝坊ですけど。ヘビヘビゴーゴー。それでは、父ちゃん、海行ってきます。バイ。天然パーマ。はい、皆さん準備はできましたね。イエーイ。じゃあ朝ごはん食べます。もう9時だけど。今日の朝ごはんはなんとでれーん、わー美味しそう、炊き込みご飯でー。はい、ではちょっと混ぜていきますね。あー、いい感じじゃないのこれ。このね、具材はセブンイレブンで買いました。で、お米は家から持ってきて、この炊き込みご飯の素は3合炊き用なんだけれども、ちょっとね、水を2合にして、具はそのままで
やってみたので、ちょっと味濃いかもしれないけれども、まあ、いいでしょう。良くない。良くない？塩分控えめがいい？もしかしたらね、おこげができてるかもしれません。あ、できてるできてるおこげ。ほら、これ。おこげが取れてまーす。取れてますじゃない。おこげができてまーす。これは絶対美味しいやつ。はい。大崎食べますか？はい。大崎食べますか？はい。大崎食べますか？はい。どうですか、小鳥さん。まあ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 。美味しい？これさ、車中泊飯さ、パンとご飯どっちがいい？パン。え？ご飯。どっち？ご飯がいい？めっちゃ食べてます。青、何飲んでんの？栗きんとん。栗きんとん。かぼちゃスープでございます。海を見ながら、かぼちゃスープ。これ飲み終わったらさ、ちょっとお散歩行こっか。で、父ちゃん来たら、海入ろう。ね。天然パーマ。天然パーマ。みんな、サーフィン楽しかったかい？はい。それでは、ランチタイムだ。Here we go。さあ、ランチタイム。ランチは、我が家の大好きな、小豚。小豚。小豚豚豚豚豚ブー。小豚ランチ。こんにちは。こんにちは。お願いします。ランチを3つと、はい、ナポリタンを1つ、はい、それとフライドポテトを1つお願いします。ご飯全部丼できますけど大丈夫ですか？半分じゃあ、はい、はい、じゃあ2つ半分です。僕は出るので大丈夫です。はい、食べてください。ハンバーグ焼肉定食デブります。いただきます。青はナポリタン。美味しい。うん。母ちゃんは日替わり。日替わり何？日替わり定食。面白いこと言わんかい。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。天然パーマ。いい空だ。さて、この車中泊グリーンシーズンも残すところあと1回、年内はね。今年も最後の最後まで海車中泊を楽しみまくりたいと思います。なあ、母ちゃん。Yes。 はい、小鳥、意気込みをどうぞ。え？じゃねえよ。それでは葵さん、葵さんの意気込みを3、2、1、9。どんが吹っ飛んだ。うっしゃっしゃっしゃ、面白い。しゃっしゃっしゃ、悪意がある。それではまた次回、バイバイ。 The father is 10 and burned。
That father is 10 men permed!